はい、皆さんこんにちは。今日は里芋の磯辺餅を作りたいと思います。里芋はね、このように皮を剥いていただいて、細かくね切っていただきます。そして電子レンジで、柔らかくなるまでチンしてください。はい、そうしましたら柔らかくなった里芋をボウルに入れて片栗粉大さじ2入れてください。で、このように潰していきます。はい、このように柔らかくなったらこれからフライパンで焼いていきます。はい、そうしましたらフライパンに油を引いて両面中火で焼いていきます。はい、そしたらですね、めんつゆ大さじ3、砂糖少2ですね、これを入れていきます。はい、これで煮からげたら完成です。はい、これで完成です。